よくわかんないの拾っちゃったから、これ置いておきます。これ、チキンって書いてありますね。こういうチキンとか、そういうのちょっと、これエッグって書いてありますね。食べ物系なんで、置いといて、今、ウール、あ、これあれか、羊の毛の元。羊の毛の元、うん、でまとめちゃおうか。これでウッドが揃ったんで、なんだったっけ。はい、よし、じゃあ続けたいと思います。レシピを見て、ですね、何を作ると思ったの？松明の元っていうことで、ウッドを拾ってきたんで、ウッドを木炭にするという作業ですよね。これですよね。これっていいんですか？これでなんか足りなくね？なんか足りないよね。燃料入れるのか下に。あいやいやいや、燃料ってなんだ。いやいや、燃料か。燃料が必要なのか。まあいいですけど、まあ、どっちも燃料いるんだね。食べ物それにしても、じゃあベッド、そうそう、ベッド作れる。どうでしょう、ちょっと見てみます。足りない。材料が分からない。羊の毛とかいうのは、何個で何ベッドを作成だけど、材料見ないと分かんないね。材料、羊の毛が4つで1個のこれが4つで、これがウールが1つできるんですね。
ということは今3つしかないんだね。やっぱり狩りができてないからだね。木の探検でもいいかな。なんか作った方がいいよね。木の探検でもいいから。いろいろ作りたいものが出てきたんだけど材料がない材料がなさすぎて、いろいろ作りたいんだけどな。石棒でちょっといい探検ができるかな。ただのこれちょっと待って待って、これなんだっけ、チェスト、ああチェストマップかな。じゃあこれちょっとこっち移させてもらって、こうやってこれちょっと移させてもらって、あ、こっちの間違えた。あれ何入ってんだ。こっちのどうして、生物へのダメージ、これを、ここに置いて、これ一つでできると、これ一つちょっといいものができる。これを持ってた方がいいね。何個作るこれ。なんかモンスターの声が聞こえなくなったな。あ、石が取れるようになったから、ちょっとこれいっぱい作っときますかね。ちょっとやられたら困るんだよね。ちょっと防具も欲しいんですけど、防具。そうだ。紙とかもなんか、大元の材料さえあれば紙も作れるでしょうね。ヘルメット、この石ってさ、これ石、なんだっけ、ブロック型の、ちょっと今見せます。ブロック型のこの、鉄、この金塊みたいな鉄、銀色の鉄、あるいは川、川ってどっから取るんだろう。防具にしたいなと思った。鉄、石から鉄にならないのか。あと食料関係っていうことで、言えば何でしたっけ、釣り竿、釣り竿とか作った方がいいんですかね。いろいろあるんですけど、どれが一番使うのかよくわからない。これ作っても今度材料がないと、ボール作っても今度クッキーとかの材料とかレシピの材料がないとダメでしょ。サトウキビはあちこちで見るんですけど、砂糖作ってもね、でケーキの材料でしょそれって。この小麦を作る、この小麦が欲しいですね。パンを作る材料として小麦ってどこで取れるのか分かんないし、結構ありますね。だから
ポーション的なものはあるんですけど、これなんでキノコか。染料はいらないでしょ、まだ。結構ある。あ、どこら辺だっけ。そうそう、あ、これ何、サトキビ3つで紙3つで今度本みたいな感じで、この2つって結構使いますよね。あの地図作るときとか、本と地図ですよね、うん、とか。サトキビ狩りとか行けばいいのね。なんですか。あれ、女の人の声が聞こえる。怖っ。ちょっとレシピを見たので、なんか羊狩りはこれでいけるんじゃないかと思いますが、あと死んでもいいようになんか置いてきます。あと、なんだっけ、あの木を刈るときの簡単に刈れる道具って何でしたっけ。あ、釣り竿もすぐ作れるんですね。釣り竿を作って、釣竿について、釣竿の動きを見てます。このハサミを作る道具としてのこの何でしょう、この金塊みたいな、これもどこで手に入るのか。釣り竿と、あと工具で斧だったっけ。木はもう斧か、斧を持ってた方がいいんだね。木は斧、斧も鉄で作っちゃった方がいいな。斧か、これ。ピッケルって斧だね。いや違うか、ピッケルはピッケル、斧は斧だね。斧は斧だ。じゃあ、石と石3つ、棒を2つ、作っときますか。怖いんだよね、またやられると考えるとね、やられるって考えると。予備いっぱい作っとけばいいんですけどね。作れるだけ作って、斧は木、あ、斧は木、木はいっぱい必要ですし、だから斧もいっぱい必要。
あとなんだ、土や草、これはいいですね。土や草はまたいい。石や、これもさ、使い切っちゃった方がいいね。だったら。スコップは土とか砂利とか雪とかですか。なんかまたつきました。どんどん作ってしまえばいいですね。これってオンラインってできるんですかね。あと材料がなくなってきたので、しまいますか。木をね、棒に変える？いや、これね、ここにセットして、こうやって取ってしまえばいいです。これでいるか、これでいいや、このくらいでいい。これを取っとく。はい、これで2つで1つだから、数合わせておきます。だね、なくなっちゃうと困るので、またこれ作っときますよ。64個だか、64個がマックスでしたっけ。あ、もう入んないな。余っちゃった。2個余っちゃった。いや、よしよし、じゃあ閉まっちゃいます。3つ。持っちゃいます。ちょっとまたこれ落とすと嫌なので、落とすとか、なくなったら戻ってくるって感じでいいですかね。これ何に使うんだっけ。あ、土、砂、砂利。こんなところですかね。とりあえずちょっと出て、死んでもいいようなインベントリーちょっと見ます。あ、こっちじゃない、間違えた。あれ、あ、これだ。これで行きますか。なんかなあ。あ、夜か、まだ。危険だね。ベッドなあ。ベッド。釣り竿も作れるけど。釣り竿もね、どうだったか。釣り竿をね、作れなくはないんですよね。
これ3つあるから2つ用意してで棒2つ3つだ棒3つかあれこれで作れるんでしょうねはい、できました簡易釣り竿がよくわかんないけど使ったことないんではいできましたけど、やっぱりこの、うん、何、ここだんだん減ってくるんで食料をなんとかしたいですねとりあえずこれできたんですけど防具も揃ってないんでもしかしたら死んじゃうかもしれないこっち広くなった分なんかできそうなんですけどねこれなんだっけまだ慣れてない。石とかだよね。石とか。お、何？あ、壊れたのか。壊れた音なのかあ、これ使うのもったいないなのでこれを持ってくるかなあれになっちゃいましたねであれっ土とかっていう感じですかこれもしかして夜なんで明るくなるまでの間を家の中でできることをやりますスコップみたいなやつがこれ崩すの早いですね。なるほど。なるほど。これで。だんだん広くなってきたね。どうすんだ。広いけど。あ、もったいない。もったいないね。これって、なんか、もっと入れるとなんか、なんつうか、このテクスチャがもっと綺麗になるとこってあるんですかね。土のテクスチャーとか良くなるとかまだ外が明るくならないので家の中でできることをしてます。
足音が聞こえます。広くなったな。土でむいちゃえばいいんだよね、広くしてもね。どうせこの素材取ったら取ったで、土で埋めちゃえばいいんだよな。すごい。すごい。掘り起こしてるな。広いな。なんか面白い。なんだろう。なんか。秘密基地作ってるみたいな。きれい。すげえ広くなった。やべえくらい広い。松明。違う。地に掘ってんだよね。だからどうしたらいいかね。ああ、そうか、ないのか。広い。はい、はい、どうもいらっしゃいませ。初見プレイということでやってます。洞窟にいるような感じで、お送りしておりますが、はい、いい感じでまったりとしてってください。枠すぐ取りに行きますんで、次枠もよろしかったら皆さん、立ち寄ってくださいね。まったりとやっていきたいと思います。